スノーオータムがお届けする How to Revit Basic 1-1-28 プロパティパレットを開くです。 VimSim レッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。プロパティパレットを開きます。パレットはレビットウィンドウのどちらかの側面にドッキングして水平方向にサイズ変更できます。ドッキング解除すると水平方向にも垂直方向にもサイズが変更できます。パレットの表示と位置は同じユーザーであればセッションが変わっても保持されます。こちらですね。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。VimSimレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでほぼ毎日オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしております。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。